SM69 です。4日目朝の一発目頑張りますな。おごめんなさい、ちょっとね、4日目にして喉が限界を迎えまして、全然腰は知らん。腰なんで、腰座ってるから。そうなんで、なんかね、通風の維持さん曰く、通風の維持さん、うん、あつし最近椅子高えよって言われて最近っていつから見てんの俺の椅子の高さってこの前さ、通報で、うん、すごいもう3箱くらいスタジオ入ってて6時間、もう寝たかったので、ソファーで寝ようと思って、麻生さんっていう人がいるんだけど、これ寝したね。そう、ちょっと寝かせてもらっていいですか、もしお客さん全然来なかったら寝たいですけどって言ったら、来ねえから大丈夫だよって言われて寝てたので、寝てたら、打ち上げられたトドのように、なんか目つぶってるけど光がついてるかってわかるじゃん。で、光が急に消えたの、なんだろうと思ってふって見たら、麻生さんが俺の頭のところでベルトこうカチャカチャしてて、うわ襲われる本気でびっくりしたそれ以来俺水飲ましてそれ以来俺麻生さんとあんま顔合わせなんで普通に話すけどね、なんかチラッと見た時はバスケのこう練習してたから、きっとそれでズレたパンツっていうかズボンを直してたんだと思うんだけど、ヤスにもそんなことされた。いやちょっとお前なんで俺が出んだよ。やめろよ、やってないでしょ。フライスつくんじゃねえよあれもう本当にね、前が2人いる、まあね、毎回スタジオも緩い感じでやってます。あれ寝に入ってたら絶対掘られてて、俺ら本当喋ってる時間の方が多いよねスタジオ行ってごめんなしよっちゃったシュウだけはギター弾きたそうにずっとこうやって一人でこうやってずっとやってるの、俺とヤスと黒さんが下ネタ話してるから、シュウがずっとヤシュウって言うおーっとか言ってごめんなそう、でもね、もともと俺がジャズ界に入ってきたのは洋楽のそういう何ロックとかやりたくて入ってきた時になかなか組めない中で、超最近だな、3年とかになってたな、うん、前からずっとアツシとは言ってたんだけど、フォールアウトボーイが好きでやりたいねーつな、そうで、シューちゃんとヤスがうまいから誘ってできました。 SMD ってそんで何の略だっけ、アップなの言われちゃったあ、だからさ楽しんでください。もうね、涙全員枯れたんで、うん、もう枯れたっしょ、しゅうちゃん近藤で枯れたっしょ、俺らこれでこれ枯れたっしょ、やつは近藤で、近藤もらい泣き、いや、俺思い出インマイヘッドであそこでもらい泣き気持ちまでは耐えたが無理だった。いや、お前に今やるよーって言って前に、ね、早いね、うん、やりますか。まあそんな感じでちょっとゆるいスタンスでやっちゃうんで、ぴょんぴょんするなりぴょんぴょんするなり、あとぴょんぴょんしてもいいんでぴょんぴょんも OK、 ぴょんぴょんも OK なんで
違えた。気づいたんだけど、俺まんちゃん SMD やってなかったらまんちゃんと多分組むことなかったんだよね。他のバンドあったからさ。そうだね、ここでしか組めないもんね。うん、すごいなんかこうなんか俺入った時なんかすごい遅かったから友達部屋でしかいなかったし、そう先輩にね誘われたって、あ、はい、わかりました、はい、やろうか。ごめんね。いや、こういうバンドでこういう感じだった、こういう感じだった。了解。これでこれ以外で俺アツシ組んでないんですよ。唯一このバンドで、でヤスはこのバンドだけだしな。シュウは呼び出してくれたけどな、一緒にギター弾くのはこれしかなくて、貴重なバンドでした。俺とも楽しいし、やろうやろう、楽しみ。
楽しい。楽しいよ。うわなんだそう、もうね、一回もう今日は明日遊ぼうっつって一緒、直前連で4人ですLast is fishes, oh this is a paradiseLove you.
ケイ。あれ、ヤス、今日何曜日だっけ？今日は土曜日かな。サタデー？あ、サタデーだ。I'm good to go.